ウィリアム・バーガーは、オーストリア出身のアメリカ合衆国の俳優、声優である。ビル・バーガーや、ドイツ語で、ビルヘルム・ベルガーと表記されることもあった。出生名は、ビルヘルム・トマス・ベルガー。チロル州のインスブルック出身。幼少時代にアメリカに移住し、1960年代半ばからは、イタリアを中心に、ヨーロッパで映画出演をし続けた。ギリシャの名監督、 マイケルカコヤニスの魚が出てきた日にも起用されたが、バーガーの陰影ある魅力が開花したのは、マカロニウエスタンであった。ケツとのジャンゴにおける助演を皮切りに、サルタナや、西部役人伝の順主役で轟かした。日本では未公開だが、エルシスコや、死の谷のサルタナなどの主演作もある。以後は、ホラー映画を筆頭とする、娯楽作品に多数出演するが、 麻薬に溺れて、ギャラ稼ぎと割り切り仕事だったために制裁を書いた。この時期には、ケオマ、ザ・リベンジャーや、カリフォルニア、ジェンマの復讐の用心棒があり、イブシギンの公演もあった。1980年代からはさらに吹け込み、出演作は数多いが、つまらない脇役が多くなった。また、テレビ映画やミニシリーズにも登場し、戦争の嵐と姉妹編、戦争の強くや、 コロンブス、大いなる障害などがある。彼は、声優としても、ストライクコマンドのハリマン詳細役のマイク・モンティの英語リフを担当している。ちなみに、当時は、アテレコ収録も珍しくなかった。ありがとうございます。